人心惑わす悪しき神の使いよ。貴様らへの信仰など私は持ち合わせていないぞ。愚かなり、虚ろなる者よ。神を冒涜し、神を貶める異端者よ。神への信仰なくして安寧などないと知れ。なんだかいきなりクライマックスですね。何事でしょうか。おお、あなたは人間の方とお見受けする。どうかあの天使を倒すのに助力願いたい。嫌ですよ。何の得があるんですか。おお、ご助力いただけるか。よかろう。ならば神の意向を知らしめてくれる。よかった。みんな無事ですね。ご助力感謝します。私はうつろの足平と言います。あなた方とは語り合いたいこともありますが、今は道を急ぐゆえ失礼します。さらば。行ってしまいました。よかったんですかね。神の使いとやらを倒しちゃいましたけど。神を信じましょう。神は私たちを守ってくださいます。おお、あなた方も我らが神への信仰を捧げませんか。必ずや救いがもたらされるでしょう。これは布教というやつですか。私には分かりません。神とやらが何なのか見たことないので、信じるとかは無理です。あなたはどうですか。神とやらを信じますか。軽く言っちゃってますけど、このうつろたちの言っている神とあなたの信じる神は同じものなんですか。人間の信じる神にもいろいろ種類があると聞きますけど。おお、なんということでしょう。崇めるべき神はただ一つ。それ以外はまがいものなのですよ。早く悔い改めてください。でないと天罰が下りますよ。